やなチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのは、衝動アウトサイダーシリーズ、仮面ライダーシリーズ第10弾から、仮面ライダーザイヤ。今日はこちらを見てもらいます。黒いサウザーこと、仮面ライダーザイヤでございます。綺麗に、出来上がっておりますので、こちらの手首が小さいほど小さいほど、逆に腕、まあ他のボディの方が引き立ってくるんですけどね。黒だからね、一色でやってるんで、後ろも塗装してるのかそのままなのかわからないですけど、いい感じで見てます。それもね、比べてみましょうか。想像とね、こちらが想像のダイヤでございます。配色に関してはやはりこちらの方が強いですね。どこにシルバーがあるのか、こちらの場合は色が足らないですけど、はい、想像の場合は結構色合いがしっかりできてます。比べてみると随分わかると思います。あのバックルかな、あとバックルがね結構色合いが足らないんで、こちらも足していくと、サウザーと黒いサウザーとのね、いろんな違いなんかも作れると思います。手首パーツを描いてのポージングですね。こちらの方も比べてみましょうか。相当と比べてみて、まあほとんど差はないです。やっぱり色合いだけですね。シルバーの中このペイントやシールの貼ってる部分が少ないんでね、そのアスペクトが結構近くなるんじゃないですかね。ただポージング、真似てみました。付属しているサウザーのジャックを持たせた、仮面ライダーザイヤでございます。いい感じで決まってます。これもね、ちょっと比べてみましょうか。想像でやるとこんな感じになります。やっぱりこっちのサウザーのジャックはいいですよね。ちゃんとシールで貼って色彩がしっかりしてるんで、こっちの方もね色を変えたくて随分変わるんじゃないかなと思っております。まあでも動画を比べてみてもかっこよかったらかっこいいですよね。いい感じで、ポージングもできます。ちょっとこっちがゴムが硬いなと、こっちの方はねまだいろんな可動範囲が広がって、いいポージングが取れるんじゃないかと。グリップのパーツを、変えまして、ちょっとリーチの長い感じのサウザンドジャッカーですね、切り替えるとこんな感じのポーズが取れます。大きく振りかざして、これから切りかける感じのポーズを取ってみました。前に突き刺したポーズを決めた仮面ライダーザイヤでございます。いかがだったでしょうか。今回、仮面ライダーザイヤ、サウザンドジャッカーを